はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、消滅阻止のコラボガチャですね、こちらをやっていこうと思います。まさかまさかのね、復刻ということで引いていきたいと思うんですけど、まあね、私今回2回目なんですけども、引いてないのがですね、引いてる方を言った方が早いのかな、謎の少女ユキですね、激レア一体と、オタネコギークですね、こちら、激レアの方ですね、こちらの2体しか持ってないので、どうにかフルコンプしてみたいと思いまして、チャレンジしていこうと思います。激レア確定一体ね、確定なのでいきたいと思います。まずはね、レアガチャからいきたいと思うんですけどね、こんなに少ないのはね、彫刻祭とか、猫しあっちをねやってたんで、少ないです。なのでね、まあどうなるかわかんないですけども、出てくれたらいいかなと思います。さあ行きましょう。演出なしで僧侶ですね。さあ行きましょう。演出はね、期待できなかったですからね、前回でも。おっと、レアですね。ではレア、こちらは持ってましたね。そうですね、持ってたんですね。激レアだと思ってました、失礼いたしました。ということは残りが3体ですね。さあどうだ。お、来ました、ありがとうございます。しかも失われし世界の雪ですね、狂乱の雪がね欲しかったりします。さあ狂乱の雪と相馬ですね、激レア相馬欲しいです。さあ来てくれるか。続いてはないですね、ギーク、はい、持っております。さあなんか調子はいいんじゃないでしょうか、ないでしょうか。さあどうだ、猫ジュラですね。でもね、なんか最近は出てほしいものが出てくれてるような感じですね。こちらもソーマニャンですね。さあレアが終わりました、レアチケットが終わりましたので11連行ってみましょい。はい、行きます。さあ1体は確定、1体は確定なので最後に出なければいい。ギーク1、2、女神3、マタドール4、僧侶5、アーチャー6、猫、言えなかったですね、車輪7、次7ですね、アーチャー8、ソーマニャン9、またドール10、ここで出てきてくれ。おっと、ありましたね。さあ失われ世界の雪ですね。さあ最後もう一回、えい、あ、数え間違えてました、数え間違えてました、申し訳ありません。え、行きましょう。確定、あ、確定演出来ました。さあ僧侶1、2、バスタブー3、海賊4、僧侶5、ブリキネコ6、女神7、ジュラ8、占い師9、ギーク。さあ10で出てこないブリキネコ。さあ11、さあお願いします、ソーマン来ました、ありがとうございます。あと残り1体、幸せを願った少年ソーマ、ありがとうございます。さあ残りキャッツアイも、闇キャッツアイ、ありがとうございます。さあ行きましょう、狂乱の雪来てください。さあ演出は、演出はなし、演出はなし。泥棒1、泥棒2、ソーマニャン3、僧侶4、サイキック5、バーベル6、狂乱、ありがとうございます、コンプリートです、ありがとうございます。狂乱の雪、ありがとうございます。
7ですかね、魔女8、ロッカー9、ソーマニャン10、ネコザイル。さあ、そして最後にソーマですね、幸せを願ったソーマということで、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、闇のキャッツアイがね、2個揃いましたということで、これでコンプリートですね。狂乱ですね、持っているので狂乱が来てようやく来てくれました。これでね、今後はプラスチオが欲しい時以外はもし開催されたとしてもね、引かなくていいかなと思います、まあ、引いておきたいな、うん、でもまあまあまあ、次回開催がなかった時のことを考えると、やはりコンプリートしておくのも、ね、いいのかなと思います。またね、コンプリートできて、うっしっしーという感じですね。よかったです。ありがとうございます。40体ですね。結局、都合40体引きまして、コンプリートとなりました。ありがとうございます。ではですね、最後に、まで、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ、チャンネル登録よろしく。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。